お、やっと戻ってきたか。もう少しで傭兵の仲間たちを呼ぶところだったぜ。どうだった？大丈夫だ。何もなかったぞ。そういうことだったんだね。何事もなくてよかったよ。そっちはどうだ？サプライズの準備は順調に進んでるか？カーベは設計図を渡しに来た後、寝に帰ったよ。あの様子じゃ、多分昨日は徹夜したのかも。あんたたちがいない間に、キャンディータワーの枠組みを作ったぞ。念のため、後でもう一度確認するわ。さっきはあなたたちのことを心配しながら作っていたから。とにかく、あとちょっとだ。みんなで力を合わせれば、すぐに終わるよ。よかった！フロート社のパレードに間に合いそうだな。あ、パレードといえば、旅人、一つお願いしてもいい？教令員が各学院の代表者に、パレード当日の花の騎士を選ぶよう言ってきたんだ。で、話し合った結果、君が適任だってことになったんだけど、どうかな？よかった。君は宗神様の友達で、スメールを救った英雄でもあるからね。だからみんなは、君が適任だと思ったんだろう。よろしく頼むぜ。あんまりプレッシャーをかけないでやってくれ。そういや、キャンディスもパレードに参加するんだよな。確か、演奏って言ってたか？ええ、ニーローさんのダンスの伴奏を。おお、おいら、まだキャンディスの演奏を聞いたことがないぞ。お気に召したらいつでもアール村に来てください。眠りにつくまで演奏して差し上げますよ。そうだ、私からも一つお願いしていいかしら。宗神様のフロート社の装飾品を作ったんだけど、スラサタンな聖書に持って行ってフロート社を飾り付けてもらえない？花の騎士がフロート社を飾り付ければ儀式感もより増すと思うの。ひひ、そんなの楽勝だぜ。オイラたちに任せろ。最近、みんなが私を避けている気がする。まるで木のうろに住むリスが秋になると何かを隠し始めるみたいに。いいえ、パレードが終わったら素直にみんなに聞いてみましょう。誕生日、この特別な日には素敵なフロート社と美味しいキャンディーがある。そして
待たせしました、我が女神。ええ、私の騎士よ、出発しましょう。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。花神誕祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれあれはパチサラか。花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のように弾けた。行くぞ、3、2、1。花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、こんなに素敵なお祭りは初めてだと。すべてがまるで夢のようだと。誕生日サプライズが無事成功したことを祝って。乾杯。やはりわしの目に狂いはなかった。壁、お前は建築の天才じゃな。先輩、飲みすぎですよ。キャンディータワーがフロート車にぶつかったのを見てから、ファルザン先輩はずっと興奮してるんだ。実はさっきから何杯も飲んでるんだよ。それくらいいいじゃないか。せっかくの祭りなんだから思い切って楽しまないとな。そういえばキャンディス、楽器うますぎだろ。どうして普段からもっと演奏してくれないんだ。ありがとうございます。大抵は夜に見張りの仕事が落ち着いた時、星空を眺めながら弾いているんです。星が羨ましいな。でもお祭りの注目ポイントは私の演奏などではなく、ニーローさんの踊りでしょ。え、急にそんな。なるほど、ウジャとの目は沈黙の殿で預かったのか。研究のために貸してあげようか。いや、いい。そういった品は歴史を示すものに過ぎない。象徴となる過去が明らかになった今、ただの物品に戻ったんだ。へえ、君なら珍しがるかと思ったけど、名前からするにきっとすごく綺麗な宝石なんだろう。一目見といて損はないんじゃないのか。一目見るにはわざわざ沈黙の殿まで行かないといけない。いささか遠い。もうちょっと外を出歩いてもいいんじゃないのか。もし宝石の鑑定や認証でそれを教令院に持ってくることがあるなら、
ついでに見てみてもいいが。そういえばどれくらいの価値があるのか気になるな。いい質問だね。考えたこともなかったよ。古代の王宮の城壁を見ても、急に1ブロック外して価値を測ったりしないだろう。うちの学院の奴らならやりかねないな。最近の後輩たちはみんな好奇心旺盛らしいぞ。もし本当にそういうブロックがあったら、報告書を書いて俺の執務室に届けてくれ。はあ？そんなことまで君に報告しなくちゃいけないのか？いや、ただそうしてくれればブロックが届いたらすぐにわかるから一目見に行ける。聞いた僕がバカだった。うかつに返事をするもんじゃないな。報告書をリマインド代わりにするのか。なかなかいいアイデアだね。リマインドといえば、俺は感じた。友よ、神聖なる時が訪れようとしている。そうかい？僕は何も感じなかったけど、ヘルマヌビスが君だけに呼びかけたってことかな。今こそ七聖子。コレイが呼んでるみたいだから先に失礼するよ。はあ、カードゲーム、またカードゲームか。コレイ、僕のことも呼んでくれないかな。みんな楽しそうだね。ええ、一生の中で一番忘れられない誕生日になったわ。宗神様の命は長いものですのに、今結論を出すのは早すぎませんか？そんなことないわ。その瞬間に、ああ、これは絶対に忘れられない思い出になるって分かることはある。あなたはソルシュというのね。あなたとお友達はスメールシティに引っ越すことは考えていないのかしら？それは、お気持ちだけありがたくいただきます、宗神様。私たち彼には己の責務がありますから。それに、私たちにとって町は騒がしすぎます。そうなの？でも、人々と一緒に過ごしていれば、面白いこともあると気づくはずよ。はい、私もそう思います。エッサンシュやシロフラと過ごした日々をよく思い出すのです。お、本当か？嬉しいぜ。そう考えると今回の過信誕祭じゃみんなにサプライズがあったんだな。特にナヒーダがアランナラを呼び出した時はオイラ本当にびっくりしたぞ。気に入ってくれてよかったわ。あなたたちに気づかれないようにしてねってあの子たちに念を押したの。それでアランサカに会った時あんなに慌ててたんだな。口が滑るってこのことだったのか。でもスメールのみんなはあれがナヒーダが送った夢だと思っているぞ。夢ね。ナヒーダ？いいえ、何でもないわ。そうね、私たち夢の中にいるようなものなのかも。え？でも、どうすれば？はいはい、みんな集まってくれ。左側の人たち、もうちょっと寄って。わしの靴を踏んでおるのは誰だ？うぅ、すみません先輩。私だ。ちょっと人が多すぎて。シロフラ、ここはカレー専用の特別席よ。ふん、こいつの隣で浮いていいのはオイラだけだぞ。なるほど、
写真ね。本当に不思議な考え方をするのね。そんなことを経験したことはないけど、あなたを信じるわ。この瞬間が私たちのために止まってくれることを。カーベも来て。ああ、ちょっとタイマーを設置するから。よし、3、2、1、誕生日おめでとう。